皆さん、おはようございます。ユニタイムズの時間です。はい。今日はですね、第2回目ということで、はい。まあ、このね、トークイベントシリーズはですね、まあ、お兄ちゃん一人で、録音しとるわけなんですけども、なんでお茶が出えへんねや、ということなんですけども、ちょっとですね、お茶が出えへんのには訳がありまして、まあ、また、この番組が、終わった時にね、またちょっと報告したいかなと思います。まずちょっと第2回目聞いてみてください。では、どうぞ。日本にも入ってこようとした。だけど日本は迫害して、いつまでも仏教の世界の中で閉じこもってたんですね。で、まあそれちょっと置いといて、そして1945年っていうのは、第二次世界大戦が終わった年で、その時最も世界で力を持ってたのはアメリカなんです。アメリカ、イギリス、それから、ソビエトだったんですね。で、この日本、ごめんなアメリカ、イギリス、そのソビエトがね、力を持ってて、その3つの国がですね、この日本をどうしようか、まあ、敗戦で負けた日本をね、どうしようか、この、戦争犯罪人である天皇をどうしようかっていう時に、ソ連がね、その会議に欠席したんですよ。これはね、まあもちろんこれも、なんか欠席させられて霊的に引っ張られてとかね、もう神側に条件が全部ありましたからね。それでイギリスとアメリカだけがこの集まって、そのなんとかこの船の上でね、あのポツダム宣言っていうのをやってね、そして、天皇を、人間として日本国の象徴という立場に立てて、天皇を処刑しなかったんですよね。で、そしてその時にマッカーサー元帥とかね、トゥルーマンとかアイゼンハワーとかいろいろいたんですけども、彼らはみんなクリスチャンだったんですよ、その時にね。でイギリスもキリスト教の国ですよね。ですから、この時の本当の、話なんですけれどね、天皇が、そのマッカーサー元帥に言った言葉っていうのが、どうぞこの日本の国をキリスト教精神で再建復興してくださいっていうふうにね、お願いしてるんですね。だから本来だったらこの1945年の時に、日本もキリスト教国家になって、そしてその時、最も力を持っていたアメリカを中心として、全世界が、このクリスチャンたちのね勢力っていうんでしょうか、その、支配権の中で完全に神の王国にね転換できる時だったんですよ。ところがまあ、どこまで話せるかどうか分かりませんけども、この時失敗してるんですね。失敗、それができなかったんです。この1945年の時にもう全ての準備がね整ってたんですよ。1945年っていうのはあとここにいわゆる、2000年前ローマで、まあ、イエス・キリストが現れたような感じで一人の人物が現れることによって世界的にもう大転換する時ができたのはこの1945年なんです。でこれから、まあ、いわゆる3年間という期間の中でねそれをしないといけなかった。でそれができずに再び新しい40年っていうのをこの通過しな過ごさなければいけなくなったんです。でそれが1985年なんです。もう1985年っていうのももう過ぎてるんです。だから第1回目のチャンスっていうのは終わったんです。何が終わったのかというと、いわゆるキリスト教徒たちを立てて神がしようとした計画っていうのが全て崩れてしまったんです。これが1945年から3年間の1948年までの間だったんです。その3年間の中で、なさなければならなかった。それができなかった。そして次のまた40年っていうのを迎えるまで再び新しい出発っていうのはできないんです。まあここの辺のなぜ40年っていうのがあってっていうのはね、みんな結論ばっかり聞きたい人ばっかりなんで、そういう話をすれば本当はそこにもね、深い内容があってね、40年と通過して初めてこの新しい出発ができる。だからこの40年という期間はね、
必ず平和な、そして、なんていうんですかね、楽な、そうやって期間じゃないんです。必ずしんどい、あの苦痛の期間なんです、40年っていうのは。その間に何をするかというと、いわゆる神の摂理の側に人間の心が向くようにしていく期間でもあるんです。だからこれはね、もっと別な言い方をしたらね、あの人間がこの今住んでるこの世界、これが嫌だ、そこから脱出したい、変えていきたいって思わせるための期間でもあるんです。でこれもやっぱりね、過去の、あの歴史を見ていくとね、ちょうどイスラエルの時もあの同じだったんですね。イスラエルの時っていうのは、まあ、今のこの、ね、世界が、4000年前だったらエジプトみたいなものでね、もう税金はねボロボロ取られるわ、そしてこのなんていうんですか、奴隷のように働かされるわ、もう生きる楽しみなんか何にもないんですよ。でそういう中でどん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 いろんな苦しみを味わっていくんです。それが40年じゃないですね、当時ね400年という期間なんです。そしてその中で初めて、まあ知ってると思うんですけど、モーセという本当に実在した人物なんですね。モーセという人物が現れて、でモーセがエジプトを脱出しようって言ったんですね。そしてエジプトを脱出して、神の王国をイスラエルというね王国を建てるっていうために出発させていったんです。だけどそれまで何度このね、そういった話をしてもね、見向きもしなかった。何度話をしてもね、見向きもしなかった。でそういう中でもうありとあらゆるね、いろんな災害が起こるんです。でそしてもうこんなとこは嫌だっつって、モーセに引き連れられて出ていくっていうことが起こるんですけどね、それと今ね実は同じなんですね。で日本もあの昔からこういう歴史的なあの公式があったかというと、日本には本当に最近なんです、この歴史が繰り返していく、歴史が数理的に動いていくっていうのは。だからこの人間の政治とか経済っていうのは、そういったこの公式に当てはまるっていうのは、この神の計画の中にこの入ってくることによって、そこによって初めてあの証明というか説明ができるようになるんです。だからあのアフリカの歴史なんていうのはね、全然いつまでたっても一本調子なんですよ。で最近になってちょっと今上がってきてるのは理由があるんですけどね、こう公式によって変化しないんですよ。それは神と関係のないから、この摂理と関係ないからなんです。だから日本もそうなんですよ。今から2000年前っていうのはね、本当にただ単に意味もなく、いろんな歴史的なことが刻まれていっただけでね、あの神の計画とは何にも関係ない民族だったんです、日本っていうのは。2000年前ね、2000年前は日本じゃなくてローマが中心で、このイスラエルが中心だったんですよね。でそれがそういう中で日本が組み込まれてきたのが1905年ではなくて、もう一つ前のね1868年と言われる明治維新を迎える。だから江戸時代の時っていうのはまだね、あの神の計画の中に具体的には入ってなかったんですよ。でそれが、まあ、書いておくと、例えば1868年から、日本っていうのは神の計画の中に組み込まれたんですね。そしてここから何年間っていう期間が必要だったかというと、120年間っていうね、日本の中では。だから、1988年ですよ、1988年までが日本の中にいわゆるキリスト教を入れて、そして日本の中にいわゆるこの未来に託す光を与えてね、そして日本を中心にして世界を変えていかないといけないっていう、そういう。だから神はね、もう失敗したら未練なく、見向きもしなくっていうかね、もうイスラエル民族を捨てていったように、だから捨てざるを得ないんですよ、一度失敗すると。これはね、でだからクリスチャンたちも一度失敗すると捨てざるを得ないんですよ。そうするとあのどうなるかっていうと、全く神の摂理とは関係のなかったところから引っ張ってこないといけない。まあ、これもね、あの本当に結論的な話しかしてないので、あの僕的には面白くもなんともないんですけどね、あの本当に一度失敗すると、例えばもう頂点まで行って失敗すると、一番底辺からまた上がってこないといけないってことになってるんですよ。
で、ジャン君でしたかね、なんかイエスさんのなんか本、ね、あのとかで、ね、書いて、まあ、どういう内容が書いてあるのか知らないんですけども、イエスに対してもね、この間違った考え方、考え方というよりも間違った理解がいっぱいあるんです。で、その一つがまず何かというと、そのイエスはこの貧しい人たちを救うために来たというふうに考えている人たちが非常に多いんですけど、これはこの話聞いた人もいると思いますけど、全然違うんです。本当は今で言うならばね、もう政治家とか、まあ、大統領とか、そのあるいはキリスト教のトップの人たちとか、そういう人たちが迎え入れるためにイエスはもう準備されてたんですよ、もう全部がね。だからそこに来て神の教えを述べ伝えることによって、それがインドや中国に行ってその仏教と融合して、もうダーッと、あの当時はねシルクロードっていうのがあったからね、そのイエスの教えっていうのは、あのユダヤ教やそういった儒教よりもさらに超えてるんですよ。全部を吸収できることができるものを持ってた。だから全部だけど話してないんです、何も。イエスはもう簡単な愛の教えをいただけなんですよ。で、弟子たちはイエスは何をした、これをしたって言っただけで、イエスの本当の教えなんて何にも言ってないんです。だけどイエスは仏教も全て統一できる、ユダヤ教も吸収できるものを持ってたんです。で、そのために、ダーッと展開できるはずだったんだけども、結局全部がね潰れたというか、準備されてたイスラエルっていうのがイエスを分からなかったんですよ。いいですか、イエス分からない。で、イエスがどうしたかって、この農夫とかね、あの漁師とか、いわゆるこの世で言ったらね、あのそれにさらにね、ナザレっていう、あのここで今で言ったらこう失礼になるからあれですけど、もうあの不老者たちが集まってるそういった町に行ってね、あの教えを伝えに行ったんじゃないんですよ、奉仕しに行ったんです。伝え、なんていうんですかね、施しを言ったりとかね、あるいは病を治してあげたりとかね、一言も神の言葉なんて語ってないんです。そして自分の元についてくる人たちを集めていって、いわゆるイエス教団って言われるぐらいにね、イエスはそういうふうな教団という名前は言ってないんです。もう世の中に捨てられた人たちがね、わんさかわんさか集まってきたんですよ。だから最初からそんなことをするためにね、癒しをするとかね、何ですか、こう貧しい人たちに施しを与えるとか、そんなことをするために来たんじゃないんですよ。全部崩れてしまったから、もう底辺から行くしかなかったから、だからそういった人たちをそういうふうに対していった。で、あのペテロっていうのもね、あのイエスの弟子なんですけど、聖書の中を読むと、ペテロはあのイエスがね、この海岸を歩いてた。で、ペテロは魚取ってた。で、イエスさんがついてこいって言った。で、私はついていきました。そんなふうにね、弟子になったことのいきさつが書いてるんですけども、あれ嘘なんですよね。あの本当は違うんですよ。もう何日も何日もイエスからね、この優しくされ、優しくというか親切にされたり、施しを受けたりして、イエスも漁のこととかね、漁というか魚を取ることとかね、すごい詳しかったんですよね。で、そんなことで初めてイエスに屈服してっていうんですか、人間的に屈服して、で、ある時イエスがついてこいって言ったからついていった。本当はそうなんですよ。もう即答で来いって言ってきたんじゃないんですよね。だけど自分のことそんなふうに、ね、言えないんで、聖書の中にね、あれの中にも嘘がいっぱい書いてあるんです、まあ、嘘っていうのに美化してるっていうんですかね、はい、ちょっと話ずれました。だからとにかく底辺から行かないといけない。だからクリスチャンたちが失敗したんですよ。もうクリスチャンっていうのはもう全世界に広がっている人たちが全部ね、主よ来たりませって、みんなこのね1945年っていうのはね、いろんな啓示を受けてね、みんな言ってたんですよ。僕は生まれてなかったからわからない、あの過去の資料だけの話ですけどね、待ってたんですよ、もうすぐ来る、もうすぐ来るって言ってね、言ってた。これは日本でもね、そういうね、サイリン運動っていうのがね、あったんですよ。香川豊彦とかね、なんか忘れましたけどね、香川豊彦とかね、もう一人なんかすごい日本で有名な人がいましたけどね、だからそういう人たちがみんな啓示を受けてね、それから日本の仏教の人たちの中でも、いよいよ弥勒がね、降臨するとかってね、もうみんなおかしくなってね、バーってやってた。ところが結局迎え入れる基盤っていうのが、それが全部崩れてしまったんですね。で、また機会あったら、なぜどのように崩れていったのか、ね、それまたお話できるときあったらしたいと思いますけども、
とにかく結論的に言ったら崩れちゃったんですよ。だからもうクリスチャンたちを中心としたそういった神の計画っていうのは今ないんです。じゃあどこに行くのかっていうと全く関係のない。だからまあ極端な話、この世の中からはちょっとこの捨てられたって言ったらおかしいですけどね、もう本当にそういう、まあ、底辺のところから神がまた新しく始めていくっていうことをしたのが1945年から3年過ぎて48年からなんです。で48年からね、で45年から1985年までっていうのが一つの40年間の、1985年でまた新しく出発していくね、チャンスを迎える。だからこの40年っていうのはさらにまた、世界的にもいろんなことが起こってくる期間になるんですね。それと同時にクリスチャンに代わる、第三の神の計画を託せる、民族、人種、人間っていうものを世界的に集めていかないといけない期間に相当してくるんですよ。それを成して1985年でまた新しい出発を3年間でしないといけないんですね。だから1988年までにしないといけない。ところがもう1988年ももう終わってるんですよ。これ2回目ですよね。どうなったのかって言ったら、これも結局ね、失敗に終わったっていうことですね。でちょうどこの、まあ、2回目の途中、僕1960年に生まれましたけれど、ちょうどだからね、だから12歳ぐらいの時からそういうようなことをいろいろ聞くようになって、そしてこのちょうど中間ぐらいの時に、僕なんか本当にね、宗教なんかむちゃくちゃ嫌いだったからね、もうしてね、神なんていないと思ってましたから、そういう意味で言ったら本当に神の目から見たら一番こいつなんてもう手のつけようがないなぐらいの人間だったんですけどね。だからその時の中に多分僕も入ってたかもわかんない、そのね、こんな捨てられたようなやつ集めていこうっていうな感じでね、うん、で、そういう中でね、だから、まあ、ちょっとこう少しこの辺の話しときますけど、だからこの辺の重要性っていうのは、だから、いつぐらいかな、もう本当に終わりかけぐらいの時かな、ですか、1980年近くぐらいかもしれない。この本当に重要性っていうのをようやく認識した年代の時から、12歳ぐらいの時からなんかいろんな、ね、こう声を聞くようになってね、お前こう駅前に行ってなんかこうみんなに叫べとかね、本当に聞こえてくるんですよね。ほんなことしたら、これだから中学1年ぐらいの時だったと思うんですけどね、やらなかったですよそんなんね、そんなアホになると思ってね。ですけどね、そういう中でずっと、まあ、そんなことばっかりいろいろね聞いて教えられたりとかするのでね、ようやくこうもう10代の終わりぐらいになって、これはほんまかなみたいな感じでね、で今言ってるようなことじゃなくて、もっといろんな話を本当にねこう聞くようになって、イエスさんからもいろんな話を聞くようになってね、そうだったんだ、ふーんふーんって、それでもね確信というかね信じれない感じでね、それでそこからこういろいろ自分で歴史を本当かな俺とかね勉強したりとか、聖書を勉強したりとか、勉強っていうのをね読んだりとかしてて、うわこれ本当間違いないわって思って、これはやらなあかんなっていう。でだけどね、その時にだから僕だけじゃないんですよ、この頃っていうのは、そういう風にしてね、なんていうんですか、イエスの再臨じゃないですけど、それを迎え入れるための準備をする人種っていうか人間っていうのはね、こうまあ捨てられたような人間っていうのはねいっぱいいたんですよね実は、うん、で僕がいろんなところでねこう話をし始め、最初はねこんな感じで本当に黒板作ってね道でやってたんですよ、ストリートじゃなくてねストリート講義って本当にやってたんですよ、うん、よく自分でもやったなと思うんですけどね、誰も聞かないんですけどね、バーっと。ところがそういう中で時々こうやってやっぱり歌ってても止まる人いるでしょ、あんな感じでね止まる人がいてね、で仲間だっていうのがなんかね分かってきたんですよね、うん、あこいつら仲間やって、だからそうやってね刑事じゃないですけど受けてるね人間がねその時いっぱいいたんですよね、バーってね、日本の中だけにでもね。はい、聞いてもらいました。第2回目どうだったでしょうか。まだ半分なんでね、あとまだ2回残っとるわけですけども、
まあ、じっくり楽しんでもらえたらええなとは思うんですけども、ちょっとオープニングの時に言ったね、おっちゃんがなぜ、出てこないのかということなんですけども、実はですね、6月の30日、6月の終わりの日ですかね、6月の30日にですね、おっちゃんが講演会を、することになりまして、おっちゃんもその準備でね、結構バタバタとしとるんですよ。まあ、講演会の詳細はね、また、追って、後ほどね、伝えたいと思うんですけど、まあ、6月30日、もしよかったら皆さん予定を空けといてください。関西の人は特にですね、おそらく関西でやると思うので、お願いします。じゃあ、ということで今日はね、この辺で終わりたいと思います。それじゃあ皆さん、次は3回目。